今販売してるアジュールさんとかムーメンさんがハンバーガーを何か作れないかということで販売を始めたのが一番最初のきっかけなんですね。ただなかなか彼らだけではどうしても手に負えない部分もあるということで、フードコーディネーターなんかの専門家の方を派遣していただきながら、味の工夫とか使う食材、そういったものをどんな風にしたら美味しいものができるかなということを、最初に開発しましたということですね。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ハンバーガーいかがですか？特徴的なのはやっぱり米粉で作ったバンズ、そこに地元で採れるわかめを混ぜてまして、ですからハンバーガーっていうよりパンというよりはご飯を食べる感じですね。でバンズの方が白身魚をすりつぶしたもので作ってますので、あとはもうそこに味とか食感とか、あとまたその地元で海苔が取れますので、その海苔もなんかうまく使えないかなということで、いろんな工夫をして、作り上げたハンバーガーなんです。食べた一口目わかめの香りとかするのかなと思ったんですけど、うん、意外に統一されてて、なんかあれなんか新しい食感みたいな感じで、はい、でバンズも、しっとりとしてて、うん、具材にこうしっくりくる感じですよね。パサパサ感がないので、はい、バンズで全部ひとまとめにしてる感じが、はい、しました。欠点を言うなら、もうちょっとこうボリュームが見えるように作った方が売れ、見た目がね、売れるかなっていう感じで、味は美味しかったです。はい、実際本当の意味での商品化っていうのはまだまだ先の話にはなるかと思うんですが、まずは今やれることからやっていきましょうと、そういう段階ですね。はい。